休憩中。ああ、そうです。いるね。はい。大変ね。ああ、まあまあ、大丈夫ですけど。え、なん、です。ここの工事の関係者の方。ああ、そうです。監督さん。ああ、そうです。そうです。はい。ね、結構。それなりね、やっぱうるさいもんね。あ工事がですか。ああ、まあ、しょうがないもんね。そう、ですねちょっと音だけは。うん、うん、ごめんなさい。ね、はい。あれは、買わない。買わないと。どうする、買う?。え、何をですか?。買わない。えっね、なん、なん、ですか?。お花。 ああいやお花僕ちょっと永久に使えるタイプのお花いやまあ増加ですけど結構うるさいねあ康二がすいませんよく夜型だからあお姉さんがあまあすいませんちょっとどうしても康二だと音出ちゃうもんで変わんないいやお花ですかいや僕ちょっとお花ねちょっと触ってみてあ増加ですねこれでもジョートがね こっちに移転したからいや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 譲渡されましたいや、僕いらないですってね、工事も結構ね騒音なんかをね結構私が抑えてるところあるしどうどういうことですか上役だから、ここの住民のああ、ああ、そういうことですかお姉さんがしょうがないよってこういうもんだよってまあ、まあ、まあ私が押さえつけてる部分もあるんですけどね、実際あ、そうなんですかあじゃ結構ご迷惑をだからね、お花なんかねどうかなと思ってああ、そういうことですか も実際譲渡されてるわけだし譲渡は分かんないですけど僕いらないですけど実際私が押さえつけてるとこもあるのあ工場ですねじゃあねお花ぐらいねまお花ぐらいだったらまあまあまあお花ぐらいだったらじゃあ1000円だから1000円高い高いな1000円じゃあじゃあまあお姉さんのおかげでねあの、近隣住民の方がね工事我慢してくれるんだったらまじゃあこれ。 で悪いもんじゃないでしょ別にそうですねまあこう綺麗な感じで形がね綺麗でじゃあうん千円うんちょっと待ってくださいじゃこれうんじゃはいうんこれなんだけどえこれがどうしましたでさっきと同じものいや一本これありますから僕これ結構綺麗だいいと思ね千円で一本ずつ いやこんなにはいらないです。でもね、<僕>結構騒音なんかも、うん、はい騒音ですね。まあ私が押さえつけてる場面もけたびたびあるんですよ。お姉さんのおかげで僕ら工事もたびたびねスムーズにすできるってことですね。まあそうまでは言わないけど、私が聞きます、ヒアリングします。私がまあしょうがないですよ言います。押さえつけます。うん、工事が進みます。うん、より良くなります。 で場面もね、あるんで、ちょっとじゃやめてください。まあまあわかりました。わかりました。何本ですか。これ。一二三四。ぐらい一本。あ、二千円。ええ、お、でも、また。なんか経費かなんかで。いや、経費出るかな。これ。急いで。じゃ、わ、わかりました。じゃ。まあ、お姉さんおかげで、工事ができてるってことで。じゃ、僕、ちょ、まあまあ、ボケ、ポケットマまになっちゃうかな。 一二じゃあ一二千これ二千円、うん、で三四五千円あ、うん、るかな五千円あ四千しかないじゃあまた後日またしてもらえば千円は残りのいや、まあ、まあまあまあ五日で全然ありがとうございます。ちょっと待って待って待って,待って,待って何そんな いや僕ちょっと休憩しちゅうだもんで、ねうん、もうちょっと寝たいんですよいろいろあるのよいろいろこれとか <laughs> これなですかお手拭きなんかもこれ誰か使ったやつじゃないですか汚いですけどなんかいやでもやっぱ汚れた人たちないですかね,えねこのお手拭きなんかもねぜひ買い取っていただけるといやだからもうもう買えないですって<の>お姉さん何 <laughs>、えー、すか,なんすかそれオレンジですオレンジ あの、姉さん、んなすかこれオレンジジュースじゃお飲みさしじゃないですかこんなのいらないですよででででコップで飲んでたやつだからそういう意味じゃないじゃないですか両手で両手でこきれいに見せても買おうとは思ういやこっちのね花だったらねまだこれきれいでんかどっか使いようあるんですけどこの別に、にお風呂浮かやつよええ、使ったやつ リサイクルの行商が主ななりわいですからいやそれは知らないですけどな、うん、こちらもリサイクルとしてねこれ入ってないですよね、うん、いやだからこの…こえ待ってモチーフとして、まあと…入ってないじゃん、うん、だからリサイクルの行商なのでだこんなんもらってもどうすんのあモチーフとしても…うけどこうやってだから、ね、枕なんかでもしてもいいし、うん、ね、うんまあ、コロコロ ま、もうこんこれはいらないなあとねはいじ国宝になってるんですけど <laughs> はあ国宝国宝とかじゃねえじゃんこれお姉さんほなんと何なの国の重要指定文化財どこがこれ袋がそんな感じ出してるだけでしょじゃゃじゃじゃこんなただのこれ配管とかにつなぐやつでしょ うんううんん国宝って何言ってんのじゃお姉さんほんと何リサイクルの行商が主でまあでも結構ね音なんかも音まあ音は音は数万デシベルで発せられてるそんなわけないでしょ70ぐらいが限度ですから出たとしてもデシベルうんうんうんあなだからスカンク同士の会話ですぞそれはははあ監督さん職人さんは毎日聞いてる音あ その程度に聞こえる。私は静かに生活しています。ここで途中変えました。ローンもあります。そこで騒音が出ています。もう例えると数万デシベルの騒音に聞こえるわけです。いや違いますって。いやデシベルの概念が違います。あれはスカンク同士の会話なんですよ。誰がなんだスカンク同士って。スカンク同士ってなんだ。ちょっと待って待って待って。慣れてらっしゃるじゃないですか騒音に対して。慣れてらっしゃる方々。慣れてない方々。 やっぱ違うじゃないですかお姉さん、僕は一応許可を取って敷地境界線に振動系とか騒音系を置いて許可になってるからねオ OK で全然反対運動なんかもやっぱ私が止めてる分起こすとも起こせるんですけどねお姉さん、それを言われちゃう僕もさったりお姉さん、それを言われたら僕も弱い火つけたねそれはもう犯罪ですよ。でも 誰がやってる？これ一応国宝なんで。ええ。六十万円。あ？ね一応国宝なんで。いや六十万円は買えないです。こ譲渡券だろ譲渡券が。さっきから覚えてるよ譲渡券が。あと、あとこれをね、それがなんだ。こういう感じの火が。うん。いやいやいやそのないよ火なんて。火を火を。うん。どういうこと？火を。は火を。 自分で起こすよそんなのえないから火を何俺もねえよどうすんだ火ってねえよそんなの吸って俺タバコ吸わねえからあでしょあ？ゲーム関係者のタバコあれいやあれとかそれは偏見でしょうんうないよタバコ火なんて、うん、いやもうお姉さんもう行ってどっかおいなんだおいおいおいなんで取ってんだおいちょっとやめろ はい。じゃお姉さんもうしどっか行け。あとこれだけ。なんだ。これってなんだ。これだけ買い取っていただける。いやいらねえよ。いやもうだねえな。飯食うんだろ飯ぐらい。なんだ飯食うんだろう。もう喧嘩売ってんのか。おい。さてじゃ反対運動の準備しよう。ちょおい。本当すいません。わかったわかったわかった。お姉さんちょっと待てよ。はい。わかったから。 いいよちょっともう今ないからさあだからも60万とかないよ,いいよなあ、うん、おい最後まあいい後日でいいからねちょっとあれやめ本当に反対運動だけは起こ,起こさないでくださいよ本当に頼みますよお姉さん分かってるお姉さんなんだん